韓国の人気グループビッグバン元メンバーに懲役3年の実刑判決です。ビッグバンの V. I. 元メンバーが裁判所に姿を荒しました。ビッグバンの V. I. として活動していたイスンヒョン被告は。賭博を繰り返したほか、日本人投資家からに売春を斡旋したなどの罪で起訴されました。今日、韓国の裁判所は性を商品化した犯行で。 社会的害悪が小さくないとしてい、e、被告に懲役3年の実刑判決を言い渡し法廷で拘束しました。